はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿してるので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は広島県のエンジニアの正社員、9年目33歳の方の給与明細です。最終学歴が大学院卒で、仕事内容は移送機器メーカーの研究開発職でエンジニアをやっています。量産者開発の中でも振動騒音に関する性能の開発を行っていまして、解析と実験を通して各商品の性能を作り込んでいます。 必要な資格スキルが普通自動車免許とエッグ500点以上、オツ4種、危険物取扱者免状で、勤務時間が7時半から8時、残業が2から3時間、収入が年収で637万円で、研究職やり手家庭のアドバイスとしては、やりがいで仕事を選ばないようにしてください。個人的に送るようが大事だと思っています。 でえー、今回給与明細じゃなくて、えー、年収ですね年収が637万8972円で、えー、そこから控除が引かれた後の手取りの金額が466万800円となっています、えー、今回は広島県の輸送機器メーカーの研究開発職の方の給与明細でしたでまあ大学院卒なんですけどまあ広島地方なんで、えー、まあそこまで給料 にしててはは高いいなっていう感じはあんまりありません、まあ、都内とか、えーまあ、そういったメーカーだったらトヨタとかだったら、えー、もうこれの1.5倍くらいはもらえてるんじゃないかなって思います今回はこれで終わりますチャンネル登録・高評価お願いします